2024年6月6日から始まったグランツーリスモ7の新しいオンラインタイムトライアルは、ルマン24時間レーシングコースをですね、マクラーレン F1 GTR レースカーで挑戦です。プレイステーションプラスに入ってない方もできて、報酬美味しいので、ぜひとも挑戦してみてください。とても爽快感があって楽しかったです。パワフルなんですけどもね、今回のコツはオーバーステア出るんですけど、そこをなんとかカウンターステアアシストなどをオフにして乗り切るのがコツとなってます。これできるようになると超楽しいんでやってみましょう。ここにね、世界記録の方のレコードが出てるんです。これによってここのターゲットタイムが変わります。今ですと3分43秒557でサルトサーキットを回りますと、13日後に2億クレジットを獲得することができます。もうね、結構早い腕利きの方が記録出してるので、42秒中盤以内を出せばいけると思うんです。で、39秒出しておりますので、私の走り今から解説しますから、それを見ながらやっていただいたら多分ゴールド取れると思うんですね。では、そのゴールドの取り方を見てみましょう。これが私が先ほど実際に走った時の様子です。まずですね、ここの右に赤いかまぼこが見えてきます。かまぼこ状の縁石が。あれのてっぺんあたりをフロントタイヤが通りかかろうかっていうところで、加減をしながら踏み込んでいきます。加減しないと容赦なく滑っていくんですね、この車。で、ここはですね、どっちから行くか好みが、意見が分かれるんです。こう行くか、外から行くか、意見が分かれるんですけども、どっちでもそんなに大差なくてですね。とにかく、ここの、ここですね。ここのエリアの、この道幅の右に寄せることができることが重要なんですね。どちらかというと、外の方がいいかもしれません。なので。で、ブレーキングポイントなんですけど。とにかく右でブレーキを踏むことが大事なんです。ここの縁石の一番出っ張った部分を乗り越え終えたなと。この辺ですね。少なくともこの赤いしましまよりは前に踏みましょう。カーブを曲がり切ったなぐらいで踏んでいきます。ブレーキを踏みます。3速にします。まず。で、2速にして曲げて、また3速にして立ち上がるんですね。これです。このように、ここの立ち上がり大事です。ゆえにですね、本当にね、今日は変わったことを言うんですけども、ここがうまくいくまでね、やり直すのもポイントかと思いますね。ここが一番重要ポイントみたいです。うん、そうなんです。これがね、まあとりあえず進めながらいきましょう。記憶に新しいと思うんですよ。よくやってる方は、ベイロンでもやったなと思うと思うんですけどね、うん。あれとあんま変わらないんですけど、ポイントがあるとしたら、ベイロンも通して考えてみるとね、あっこがいつでも難しいんです。ここまで4速のまんま来ます。でですね、これがフロントタイヤが、ここの縁に、中が縁に当たったところですね。フロントタイヤ中ほどまで来ましたら、ここにブレーキを踏み3速にします。とにかく、ここまでが、あ、この S 字が大事です。で、ここはですね、また耳寄り情報なんですよ。ベイロンでもやったから、情報蓄積してますから、その上で言いますので、ね、まあ、ここなんです。ここにね、青いゾーンが始まるんです。そこに、ノーズですね。車の先端が行こうかなってところで一瞬ブレーキして、右に行きます。ここなんですね。青いエリアが始まってる。逆光なんですね。見えづらいんですけどね。うん、モラン、ほんと、ちょっと頭上ですね。とにかく、こう広がってるんですね。草地が、ここが白線ですね。うん、白線より、まあ、向こうにあるわけです。これね、晴れ間に見ると、青いエリアです、うん。ここでブレーキをちょいと踏みます。で、うん、この。青い。今近づいてみたら、ああ、あったんです ね。ありがとう、確認してくれで、行きます。とにかくですね、どこだっけ、
これじゃねえな。まあそうこうしているうちに第1コーナーですね。実質的なあれが大事です。ここはですね、赤いところに車のこの後ろまで全部飲み込まれてからブレーキングをして、それと同時に急いで3速に落とします。2速ですとね、プル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 ンとね言うんですね。あれもね、あんまり長いことやりすぎると止まれてないし、スピンの危険性が出てくるシャッシュもあります。で、2速にして曲げます。曲げるとこで2速で、2速のまんま立ち上がります。3速変えましたね。次は今やったところの逆バージョンが来ます。単純にもう逆バージョンって覚えてたらいいみたいですね。同じ操作でいけますね、ほぼ。飲み込まれてからブレーキ、3速変えて曲げるとこで2速します。いいですよ。ブガッティと走ってるところも変わりません。で、オーバーステアが出る分難しいんですが、ここからポイントが覚えやすくなり、タイミングが、操作が単純になる箇所が出てきます。ここでね、ここに白い板が見えてるんです。こういうものがね、こっちにもあります。多分ね、白い板の方が先に見えてると思うんです。縁石も見えますけど、好みでね、どっちか確認しながら迫っていきましょう。この辺に、私の場合は白い板に差し掛かったなっていうぐらいでブレーキを踏みます。並びそうかなってところぐらいでブレーキを踏みますね。ただ止まれます。2速にして加減をしながら踏み込んでいきましょう。さて、だいぶここからお休みゾーンですね。日陰だしだいぶ落ち着くと思うんです。で、ベイロンであると、ここのアプローチが難しかったんです。ちょっとこの辺りでブレーキを踏まなきゃ多分右に入っていけなかったんですけど、これはですね、赤いしましまが先に出てきますが、構わず進んでいってください。その後もう一回赤いしましまが出るはずですから、そこで踏みます。あと注意事項がありまして、あんまりこの内側を行くとですね、コース上に留まってるように見えるにもかかわらず、タイム失効判定を食らいます。ここが赤くなるんですね。それは注意しましょう。ではそれを踏まえてみます。ここは前回でノーブレーキ、ここ一回出たんです、ね、ここでフロントタイヤ中盤が縁にかかるときに踏みます。あとですね、ここなんです。この辺行くと四輪全脱でなくても結構厳しめに早めに赤い判定になりますので気をつけましょう。あとは本当のアプローチで一回ブレーキを弱ブレーキとかで入っていくんじゃなくて、単純にここで踏んだら間に合います。急いで2速変えます。声にちょっとね、お聞き苦しいところがあったら今のすみませんね。で、2速で、ここもこの赤いしましまに前タイヤかかったなと思ったら2速にして、1速にして曲げて2速で再び立ち上がります。加減いりますってなったらですね、もう中盤超えたとこですね。もう最初だけ離されるんです。今タイミングさえ合ってればついていけます。もう早い方にね、いきましょう。これでね、ここもこの赤いしましまに前タイヤぶつかったなと思ったらブレーキをして4速にします。ふわっと左に曲げていくことが大事です。この場合縁石を使わない方が良かったんです。ここはほんの弱アクセルというかアクセル抜きで対応できます。で、ここで3速に
して、内側にくっつきながら行きましょう。で、このマーカーあたりで、ちょいと減速をして、ここを目指します。次のマーカーは。ここは内側を行った方がいいです。もう、むしろ外側が出そうになるって危険です。ちょっとピットロードに入る振りみたいな感じにしまして、多分この白い点線を越えてはダメですね。ピットロードの方までせり出まして、今度はですね、この赤いしましまに飲み込まれてからブレーキで間に合います。飲み込まれたと同時ですね、と言いましても。これで酸素して、気をつけて添いです。気をつけて添いですね、もう、ここまで来たら。よし、ありがとうございます。39秒651。もう、いいと思います。もう、こういう感じで前回の、普段のオンラインタイムトライアルが生きてきた恒例ですね。もう、ベイロンみたいな感じで走ってるんですか、うん、私は。前もあったんですね。だから、うん。今回、だからベイロンより濃ゆい解説をしないといけないわけです。どこで差がつくか研究してきました。どこがスタート地点かな、ね、これか、スタート地点。もう、ここ。ここの、これが重要です。最初に、こう、うん。これと、もう、これが重要ですもん、ね。とにかく最初のコーナーは、しかもデカめに差がつけられるときはつけられるので、ここがうまくいくまでね、やり直すとね、いいんじゃないかっていうのは、今日はそれがデカい一つかもしれません。走ったときのセッティングはこれになっております。トラクションコントロールは滑るんですけど、オフでいきましたね。ABS は弱いで止めていきます。で、カウンターステアアシスト迷ったんですが、滑らず行ってくれって言って、弱いでやってたんですが、縁石を乗り越えるときに固まった動きになるのでね、それやめた方がうまくいきました。今日も生放送中にお客さんとああでもないこうでもないと言いながらやったらね、いろんな意見いただいてありがとうございます。もう集合地です。集合地をお届けして参りましたのでね、これ結構今回解説完成度高いと思うんです。よろしくお願いしますね。もうね、嬉しいからここうざかったと思うんですけど、すみませんね。これね、すごい記録ですから。もうブガッティ踏まえて、ブガッティもやったんですけど、あんまりトップとの差が縮まらなかったんです。過去の8つよりうまくいった気がしたんでね、テンション上がっちゃったんですね、うん、ということだと。43秒のところを39秒です。で、もう、腕利きの方がもう今日も早くから走られてたんで、あんまり縮まらないと思うんです。縮まっても42秒中盤でしょ。もう1秒縮まったら。36秒台出るかもしれませんね。うん、そうね、うん。ここが42秒。42秒台とかで大丈夫そうかな、うん、って感じですかね。中盤まで行ったら、うわぁ、すごすぎるっていう感じだと思うんでね。39秒からちょっとずれるぐらいだったら大丈夫だと思うんで。サルトサーキット、ルマンの方が通じるのか。ルマン、やってみましょう。長いけど。ただ、また来た時、だってできるんです。それが言いたいんです。あの、ブガッティのことを。タイムトライアル楽になって。そうそう。引き合いに出すのはね。それが言いたかったんです。ブガッティで覚えてたから今日、ちょっと楽でしたっていう。金作もここルマン WTC700 とか美味しいので、それの練習にもなるんですね。もうあらゆる車で行けるようになると思いますよ。スポーツモードから行くんですが、プレイステーションプラスに入ってなくても行けるっていうのも申し上げていきたいポイントでね。これはね、誰でもできる。意外と知らない方もいらっしゃると思うので、ぜひやってみてください。まあ報酬美味しいわ、効率いいわ、いい練習になるわ。これレア車ですよ。これ多分これ乗る機会まあないでしょうからね。14億クレジットするんじゃなかったかな。持ってなくても出れる。そう、レンタルして出れますんで、いいこといっぱいあるので、興味ある方はぜひとも一緒にやってみましょう。ということで
聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。ここまでお届けしてまいりましたのはエクストリームアーティストのラブレとモラでした。皆さん動画のご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。 See you next time。